はい、始まりました。今日はですね、コラボ企画第2弾ですね。本当にもう何年ぐらいの付き合いかな、5、6年もっとかな、ぐらいの付き合いのね、占い師さんとちょっとコラボしてみたいなと思いまして、今日 LINE で、呼ばせていただきました。はい、トアさんです。よろしくお願いします。はい。カナウに愛でトアってね、それ誰がつけた名前なんですか？考えました。あ、自分で考えた。自覚もいいんですか、それは。自覚いいんですよ。ああ、はい、なるほどね、いいじゃないですか、いい響きだと思います、うん、ありがとうございます、はい、で今日ですね、まあそんなに時間取らせないつもりなんですけども、まずトアさんは、どういったジャンルの占いをされているのかちょっとお伺いしてもいいですか。東洋の、はい、九星気学。九星気学、9つ、9ですね。で、スター？はい、9つの星の気学。気学っていうのは糸編の、空気の気です。ああ、気、はい。気を感じるね。はいはいはい。はい、なるほど。九星気学。もう、学問の領域なんですね、それは。そうですね。で、それを何年やられてると。ずいぶんやってるという。はいはいはい。はい、うん、すごいですね。起源が、中国ということなんですよね。はい。で、方角とか、で、また、あとタロットとかも使うという、なんか西洋との組み合わせもやってるんですか。はい、西洋と。はぁ、あ。すごいですね。その、ハイブリッドな感じが。で、今こんな時代ですけども、お仕事はバンバンやってるっていう感じなんですか。電話鑑定とか、うん、ああ電話鑑定やっぱね、リモートでできるし、リモートが多いです。やっぱみんな不安だから、特に女性が多いんですか、男性も来るんですか。いや、男性も、うん、経営者の方とかが来て、お金を借りていいのかどうかとか、はいはいはい、資金を借りるっていう政府がいいよって言ってても、はいはい、借りていいのかどうかっていうところがちょっとわからなくて、普通にリボ払いで借りといた方がいいのかとか。なるほど。ああ、もうそういうなんか、大きなお金が動くような判断の、最終なんですかね、参考にしようと思って来るわけですね。そうです。ああ、じゃあ僕もね、それ、聞きたいなと思うんだけど、聞くと怖いなと思ってね、頑張って勇気出して、昨日株を買ったんですけどね、若干ちょっと上がって、で、様子見るって感じにしているんですけど、これからの運気がね、うん。上がるかなと思って。じゃあ僕としてはですね、今年翻訳が後役に変わりまして、はいはい、運気が上がるかなっていうイメージは自分ではあるんですけどね。そうですね。ちなみに僕はこれからどうなっていく感じですか。マセイさんの場合はちょっと 2.5 年ぐらい運気が下がり気味だったので。あ、そうだったんですか。やっぱ翻訳が挟むとそうですかね。ちょっといろんな面で停滞してたので、節分から運気が良かったはずなんですけど、もう上がってきてる。ただ、節分の時の方位が、悪い方にいたので、3月5日から運気が上がっているっていう感じなんです。3月5日から。なるほど。方位、特に僕家にいたんで変わってない。あ、でも2月はあれか、宮崎にいた。方位悪かったんですか、それ。あそこは南東だったので、悪くはなかったと思いますけど。あ、南東っていうのはどこを基準に南東なんですか。家からですね。僕の家からすると南西だと思うんですけど、宮崎は。僕の家からと南西ですか。東京から宮崎見たら南西じゃないですか。南西だとしたら大京方位ですね。大京だったんだ。はい、宮崎大京だったのか。悪くもなかったけど、大ブレイクするわけでもなかったんで、そうですか。ちょっと体調悪くなったもんな。でも、あったかかった。あったかかったのはあったかかったんですけどね。そっかそっか。わかりました。納得する部分もありますね。で、今日はね、僕だけのことだけ聞いても、視聴者さんにはね、何もメリットないので、これからの、日本全体の運気というか、ざっくりしたものでいいので、なんかお伺いできたらなと思うんですけども。
なんか起点となる日とかあるんですかね。起点となる日は、うん、一応5月4日までは本当に封鎖されてしまってますし、5月4日っていうともうあさってですね。あさってまで封鎖、うん、そして年の10日、あの年の強法位っていうのが東西南北なので、うんうんうん、全部ダメなんですよ今年ね。ああ、そうなんですか。どっち向いてもダメ、はい、ダメなので、なんかあのこの疫病に関しては6月20日をちょっと基準に下がっていく暦があるので、うん、6月20日まで行くと疫病の勢いがちょっと下がっていってくれる。そうですね。それまでにいろんなワクチンが始まったりとか、いろんな行動とかを控えていくようなこととかで、まあ、結果が出てくる。なるほど。ただ5月7日に延長1ヶ月程度と考えてるじゃないですか。はい、1ヶ月じゃ6月20日に届かないですよね。はい。そこで終わっちゃうと、もうちょっとで6月20日に行けるところを、解除ってなって、なんか、クラスターがあちこちで起こったりしたら大変ですね。はい、そうですね。だから、まあ、うん、皆さんにお話ししてるのは、そういう暦が20日までは、以降が良くなると出てるので、うん、やっぱりみんなで少しずつ努力していけば、もっと早く解決される可能性もあるので。あ、その6月20日っていうのは、その暦っていうか、こうカレンダー的には何ですかね、なんですか、大吉じゃないわ、友引きとかあるじゃないですか、だ、まあ、中世の、まあ、そういう言葉があるんですね。6月20日にちょっと疫病が止まる、うん、の言葉があるんですけど。あ、そうなんですね。これが、まあ、ちょっと一旦止まることにはなります、うん、それ日本だけの話ですか、世界もですか。日本だけです。あ、日本だけに関してはそうなんだ、はい、あ、なるほど。ということは、まあ、そこまで、まあ、辛抱する目標があるだけでも、まあまあ、それを目処にね、ちょっとが頑張ろうかなっていう気になります。やっぱ目標がないとね、なかなか何のために今引きこもってるのかよくわからなくなるんで、はい、ああ、そういうのを聞けただけでもわかる。7月の頭ぐらいから経済状況がいきなりグーッと上がってきたりするので。え、何月のですか。7月の頭ぐらいから。7月 ?7? 7月。ああ、7月の頭ですね。はい、そうか、そこまで今ちょっと V 字回復してる感じはするんですよね、株に関しては。あ、株は全然、うん、あ、もう上がっていく感じですか。いや、もう上がる人は上がってるので。はいはいはい。はい。なんか日経平均株価も2万円はやっとこう回復しまして、うんうん、なんかこのまま行くのかな、どうなのかなとか思ってたんですけど、はい、うん、まあ、ガンと下がることはない。なるほどね。なるほどね。はい、じゃあ僕が気になってたものとかはもう上がってるんで、はい。うん。以前よりも。ちょこちょこやっていくことと、うん、あと金ですよね。金を買っとく。ああ、そうなんですね。金、今金が注目。金自体もなんか力があるんですか。あ、金はそうですね。金はいろんなものに対して、水にも火にも土にも全部、土はちょっと嫌ですけど、うん、火とか水とかには全然対応がいいので。あ、そうなんですね。なんか銅はコロナウイルスの生存時間が4時間しかなくて、なんか殺菌効果っていうか、なんか菌に強い感じするんですけど。あ、違う、菌じゃない。ウイルスとかなんか菌とか言ったら話がややこしいな。まあ、ゴールドは、とか、ね、まあ、銅はなんか、銅は鉱物的にはどうなんですか、その物質的に。うん、銅。コパ。いや、よくわからないか。そうですね。あんまり出てこないもんね、日本の中では。そうですね。青銅とか出るけど、銅はあんまり出ないですね、確かに。そうです、ね。あ、でも10円玉、あ、あれも合金だからな。完全な銅じゃないですもんね。うん、いや、ちょっと話が僕、それちゃうんで、ちょっともっと戻さないといけないけど。うん、なるほど、わかりました。で、まあ、こんな格好してるんで、野球のね、開幕はどの時期ぐらいになるかなっていうのを最後にお伺いできたらなと思います。うん、はい、どんな感じですかね、展望は。8月ぐらいかな。8月 ?7 月。7、それも7。まあ、7か8。7か8、夏には。夏だと120試合以下は試合にならないので、ああ。
ちょっと厳しいですよね。そっか、僕の予想だともうなんかなしにして最後のクライマックスシリーズから始めるのかなとか思っちゃったんだけど9月入学あ、そうね、そう最後の、日本一だけ決めとこうかっていう。なんか、プレミア12みたいな感じの。はい。栗山さんがやっぱり言ってたけど、みんな自主練習をしてるので、はい、やっぱり急に試合って難しいっておっしゃってたんで。だって、その日に合わせて調整していくわけだから、急にやりましょうは無理だもんね。ちょっとそれは無理だね。オリンピックのアスリートもそれに向けてやったり、北海道のマラソンに向けて、東京のマラソンに向けての湿度とか気温を調節してやっていくわけだから。そうですね。ね、ベストなパフォーマンスは出ないよね、そんなことしたらね、うん、そう思います。あ、我々ね、錦糸公園モノマネプロ野球っていうね、そっくりさんの野球もやってますけど、プロ野球は無観客試合が最悪できるじゃないですか、うん、閉鎖されてる空間だから。で、我々やろうとしても、網越しに見えちゃうんですよね。だから人が結局集まってきちゃうっていう。はい。で、我々の開幕の方が遅くなりそうな気がするんですよ。あ、そっか。うん。そうですね。だからもう、パワープロとかで、はい、なんかもう、e スポーツの開幕するしかないのかな。っていうふうに思ったりね、しておりますけども。けど、まあ、展望はまあまあ、わかりました。これからまあ、1ヶ月延長になりますけど、まあ、そこで終わるわけがないっていうことですね。僕もそう思ってました。うん、正直、7月かと思ってたんですね。はい、早くて7月だと思ってました。はい、うん、出歩き始めていいのがね。うん、けどまた夏になるとね、エアコンみんな使いまくって、電気の消費がね、多くてこう、なんていうの、供給が追いつかなかったり、消費ね、電気代が上がったりとかするのかなとかね、いろいろ不安材料ありますけども、はい、なるほどね、分かりました。けどまあまあ山が見えたっていうのがまあ良かったですね。はい。で、1日今ちなみに何時間ぐらいお仕事されてるんですか？私は24時間寝る時間ないじゃないですか。寝てるんですか？なんとか寝てます。あ、本当ですか。なんかたまにね、倒れたり入院とかしてるみたいですけど、自分の健康の占いはできないもんなんですか？してはいけないことになってるのか？自分の占いはしてはいけないことになってるのか？いや、自分はやっぱりちょっと頑張りすぎちゃってるので、うん、オーバーワークしてます。なるほど。運命では大丈夫なんだけど、それを凌駕するぐらいの、はい、オーバーワークしちゃうんだ。そうですね、自分の生まれてる星が、はい、ちょっとヤクザ星なんで、はい、無理してやっちゃうタイプです。あ、ちなみに、S ですもんね。なんかギブしたい感じ与えたい感じですもんね。ちなみに今やってる活動とかのこのボイシーとかの活動は案内しちゃってもいいんですか？はい、あ、大丈夫です。うん、そのボイシーっていうアプリ僕もね初めて知ったんですけども、音だけの、はい、まあ、SNS があるということですね。はい、うん、まあ、西野さんがやってたりとか、そうです、ホリエモンさんがやってたりね。どうやって検索したいんですか？その9個の、星があるわけですね。その方々のための、はい、自分の星さえ分かっておけば自分の運命をこう調べれるわけでしょ。ボイシーまで行って聞いたら、ボイシーのチャンネルの中に、うん、気球星9つの星の、うん、リストが入ってるので、はい、それを見ながら聞いていただけます。なるほど。リストを見ながら、自分で照らし合わせて見ていくという。はい。あ、見ていくとは聞いていけばいいわけですね。そうです。はいはいはい。じゃあまず最初に、ボイシーというアプリをダウンロードして、登録して、はい、9星で検索したらいいのかな？ボイシー公式本気の週刊占いっていう番組に検索してください。ボイシー公式本気の週刊占い。はい。ボイシーの公式もらってるんですか？はい。すごー。それどれぐらいの頻度で更新してるんですか？毎週1回です。あ、週1回の。で、朝7時半から、うん、収録で、うん、もう録音されてるので、うんうんうん、7時半から聞けるんですけど、あ、7時半からこう解禁、予約公開になってるわけですね。はい。なるほど。でも収録、もう録音してるからいつでも聞けます。なるほど、なるほど。はいはい。
その日のあった運命を聞けばいいんですね。明日のやつ聞いちゃってダメですね。いや、1週間の占い全部私が喋ってます。はい、あ、そうなんだ。1週間分もう聞いちゃっていいわけですね。あ、全然聞いてください。聞いて、グッドデイ、バッドデイって書いて、はいはい、お話しするので、うん、そのグッドデイ、バッドデイをチェックしながら、日常生活してもらうっていう感じ。あ、なるほど。グッドデイ、バッドデイ、その、例えばグッドデイに買い出し行くとかね。あ、それいい。グッドデイが3日に1度ぐらいやってきたら、ちょうど都知事の指示に合うから、ちょうどいいですね。はい、そうです、ね。なるほど、なるほど。絶対行かなきゃいけないわけだから、どうせならグッドデイ選んで行った方がいいですもんね。どうせだったら神社行って、うん、で、買い物して帰る。あ、なるほど。まず神社ですね。順序としては。はい、神社行って買い物して帰ってくる。ああ、なるほど。僕の場合だと先ほど聞いたけど、南西にある神社がいいとかね、お伺いしたんで。はい、その自分の、いい基地の方角っていうのも、ボイシーで聞けるんですか？ボイシー、あ、聞けます、聞けます。毎日の基地方位とかも書いて、うん、基地方位も。あ、教えてくれる。はい、あ、それいいですね。ちなみに、その、ボイシーを聞くためには、どういった、この、なんていうんですかね、このチェンジアップはかかったりするんですか？チェンジアップ、チェンジアップ的な。あ、お金はかからないです。そうなんですか、そんな基地、はい、情報を。これはいいですね。聞けます。誰でも聞ける。はい、わかりました。はい、ボイシー公式、本気の週刊占い。はい、これいけばいいです。木曜日担当です。あ、木、あ、回していってんですか？はい、木曜と月曜と、私は九星東洋でやってて、で、もう一人の先生は友達なんですけど、うんうん、西洋でやってます。ああ、日本柱？三本柱？はい、日本柱で。はい。はい、中6日でやってくれてるわけですね。はい。いいですね。わかりました。じゃあ、これからそれ参考に、これから、巣ごもり生活ね。安全に生活するためにも、基地デート、基地方位を知った上で買い出し行ったらいいと思います。そうですね。基地方位にあるスーパー行けばいいわけですよね。そうですね。それはいい。わかりました。ではぜひね、今回視聴してくれた皆さんは、いいこと聞けたと思うので、参考にやっていただけたらと思います。そして、何か成果が出たとかね、いいことあったとかいう方いたらですね、ぜひ書き込みとかして、盛り上げていっていただけたらなと思っております。本日は、どうも素晴らしいアドバイスありがとうございました。とわ先生でした。ありがとうございました。